ございます。今回もこちらでセットコンパクトのテスト始まりデカケやっわいきょわいはい、ということでコンパクトを持ってスタジオに出かけよう。今回はライオットね、サーのライオットでございます。そしてアンプはタウラスね。で、考えたんですが、タウラスにはこのギターにしようと思って、とりあえず今日試してみます。まあなんかね、アンプによってギター変えた方がいいかなと思って、あれは、一応いつも使ってるフェンダーのねストラトはもう800よ。でこれはねタウラスはちょっとハイゲインアンプなので、このモダンなギターにしようかなと思っておりますが、もう一個のシャーベルの方でもいいかなと思ってるので、まあちょっと試験的に今日はねこれでいきたいと思います。シェクターの方でね、はい、もう関係ない話だね。でサードライオットもいろんなアンプで試してきましたが、まあ、タウラスはまだやっておりませんでしたので、やっていきたいと思います。じゃあクリーンから。オンします。じゃあ原因を上げていきましょうか。これぐらいまで上げてみる。
ランチチャンネル、クランチチャンネル、クランチ。Show on new.
はい、ということでいかがだったでしょうか。ライオットライオット×タウラスね、初めての試みだったでございますが、うん、相性はね悪くないんじゃないでしょうか。なんかねすごく、まあもともとライオット音がボンと太くなるディストーションですので、まあタウラスもドンと太い音がするんですが、なんつうんだろうな、正直若干迫力に欠けるところがタウラスあるので悪口みたいだけど、なんかね、なんだろう、やっぱコンパクトだからなのかな。その辺もまあいろいろ多少こう影響してるんだと思うんですけども、なんかね若干迫力に欠けるなっていう時があるんですよ。時っていうかところがあるんですよ。そこをね結構ライオットズドンと太い音出るので補う感じで、非常に気持ちよくなると思いましたました、うん、いいんじゃないかと思いますね。非常に相性はね非常に弾きやすいので、そこまで歪んでなくてもズドンって音が出るので弾きやすい、うん、時間も時間なんで以上です急にね、うん、終わっちゃったけどでもねライオットちょっとここに置いてもいいかな。非常にこのなんていうの、タウラスはタウラスで私なんかボード組みたいなって今ちょっと、密かに思っておりますので、ボード組むにはこのボードじゃちっちゃいのでまた考えないといけないんですが、それもね加味した上でちょっといろいろやっていきたいなと思います。はい、ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それでは終わりましょう。よし、バイバーイ。